ラーガルフリュートは、アイスランド島の東部の湖、または、同盟の河川である。ラーガルフリュートは、エーイールススタジルの近くにある、ログリン湖とも呼ばれる。長さは2 5トルの細長い形をしており、面積は5 3トル幅は最大で2 5キロメートルである。水深は最も深いところで1 1 2ルである。 同名の川が、この湖に流れ込み、また流れ出ている。クリーマドイアグラム本ハトルオルムススターズルの年間の、気温と、降水量の変化湖のすぐ近くには、アイスランド最大の森林地帯である、ハトルオルムススターザルスコーグル、及び、風光明媚な滝、ヘーンギフォスがある。ヘーンギフォスの高さは118メートルで、アイスランドでも、最高の部類である。 その下流には、リトラネースフォスという別の滝もある。スコットランドのネスコに、ネッシーがいると言われるのと同様に、ラーガルフリョートにも、その深部には、竜のようなモンスターラーガルフリョートルムリンがいると、地元では伝えられている。ラーガルフリョウトートは、長さ1 4 0トル川口での流量は、毎秒130立方メートルである、アイスランド東部を流れる。源流は、 バトナヨークトルにあり、その氷河近くの上流部はヨークルスアウイフリョウスダールと呼ばれる。川はラーガルフリオートに流れ込み、ラーガルフリオート川として流れ出る。そして海の手前でヒエラズスフロウイワンに流れ込む川ヨークルアウアウブルーに交流する。カウラーニューカル水力発電所の建設によりヨークルアウアウブルーからより上流であるラーガルフリオートに水が流れるようになった。 ありがとうございます。